どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回はですね、イベントマップ、月夜の平釜平原の隠しステージすべて攻略していきたいと思います。まず、通常モード、通常マップの隠しステージ1は、ステージ中に弁慶のところで、フィーバータイム2回です。弁慶にコテンパン。敵が結構弱いから、どうしようかな。ブシニャンのデカプニを作る作戦でいこうかな。デカプニ作ってたら、フィーバー簡単に突入するんじゃないのかな。極ブシニャンのプニだけを残していく。これ一旦繋いだらフィーバー多分入ると思うんですけど。で、このプニを消してコテンパン倒すっちゅうやり方ね。かっこいいな、極武士にゃん。ズドーン！もう一回極武士にゃんのデカプニを作りたーい。はい、これ繋いでみましょう。サイズ何本くらいいくかなー。サイズ24の極ブシニャン、サイズ26。必殺技いきましょう。おぼろじ。さらに、クリスタルブシニャン。あ、マドモアイゼルもいっとこう。カブトさんとラストブシ王は攻撃力アップですね。フィーバータイム2回やったので、これで、隠しステージへのルート解放されるはず。フィーバータイム2回以上で隠しルート解放。で、この隠しステージには、江戸っ子パンダがいます。プレイ条件ありね。江戸っ子パンダは過去に登場してるキャラですね。寿司が好物で仲間にすることができます。超モードの平釜平原はステージ24で敵からの攻撃15回以下でルート解放されます。今回のイベントから初登場ですね、白壁さん。おすすめレベル49。白壁はちょっと周回してゲットしたいなと。白壁さん好物はラーメン。ラーメンあげときます。一発で果たして仲間になるのか。いきましょう。おすすめレベル49だからぼちぼち強いのかな。一発で終わるかな。いきます。極武士にゃんの必殺技おぼろ。強すぎるんだけど、極武士には強すぎるんだけど、16000のダメージ。カップ麺ドロップ。カップラーメンと紫コインドロップですね。おぼろ、6周目。白壁さん来るか。下来たー。白壁とカップラーメン。6周目でゲットだぜ。白壁の必殺技ちょっと気になるな。極モードラストの隠しステージなんですけど、ステージ34でカブトさんを使ってクリアすると隠しルート解放されます。カブトさんは Y ポイントと交換できますよね。確かカブトさんとのおはじきバトルで数回勝ったら交換できたと思うんですけど、白壁の入手したばっかりの白壁の必殺技見てみたいな。下の妖怪プニを消す的な、そんな感じやった。これがマドモアイゼル。カブトさん。白壁もカブトさんも鎧さんもなんかやっぱお城系というか、武士系というか。なんかそんな感じの妖怪多いね、今回のイベント。ラスト武士王とかね。白壁さん、おった。もうちょい。
白壁の必殺技いきます。石垣落とし、下のプニを消して攻撃。なるほどですね。 A ランク妖怪どうなんだろう、使えるかな。なんかで使えるかな。極武士にオボロチーノ、カブトさんパーティーに入れてるだけで十分でしょう。隠しルートこれで解放されるはず。カブトさんを使ってクリア、隠されたルート解放されました。これは読み元帥、読み元帥は入手済みの妖怪か、鉱物野菜ですね。最後はオール武士妖怪で戦いたいと思います。読み元帥 VS 武士妖怪、勇まし不思議うすら開魔のみですね。種族は もう速攻極武士には打てそうだけど、フィーバー中に必殺技打ちまくるか。なんで今回のイベント隠しステージは超モードの、隠しステージで白壁新キャラがゲットできるって感じですね。クリスタル武士ニャン、これが極武士ニャン。あれあれ、あかん、調子悪い、繋がらん、調子悪いモード。フィーバー突入、おぼろからのラスト武士よ、クリスタル武士ニャン。武士ニャンも言ったこう、普通の武士ニャン、カツオ武士切り。昔は武士ニャン超絶強かったけど、だいぶさらに強い妖怪出てきたよな。初クリアボーナスで消費必殺の秘伝書ゲットできまーす。ということで以上、今回はイベントマップの隠しステージの紹介でした。最後まで視聴ありがとうございました。